はい、今回は、今日はですね、この機体の LED の明るさの検証のフライトをしてみたいと思います。前回はモーターと、このバッテリーと共用してたんですけども、誤作動を起こしまして、別電源にしました。バッテリーはですね、500mAの 65cc ですね。これ3セルになります。これがですね、非常に明るいということで、で重量バランスはほとんど合ってると思いますんで、後ほどフライトさせて検証してみたいと思います。一応じゃあちょっとこちらね、予備の配線つけてやるんですけども、一応モーターと、ペラの方はね、一応つけてませんので、こちら別電源ですから、これでね、一応ついてると思います。でこんな感じなんですけども、これ明るさ見えますかね、非常に明るいと思うんですけども、いかがでしょうか。逆光でこの状態ですね、こんな感じで非常に明るくなってます。では後ほど飛ばしてみたいと思います。はい、以上になります。これでちょっとビデオのスイッチを入れました。今ですね、一応3分半に設定してますけど、ちょっと早めにだと思います。まずはこの、その前にライトがね、いっぱいついてるんですけど、リボンが触れてますね。大丈夫かね。向きを変えて、ではいざ離陸します。いやー、よう見えますね。おー、非常によく見える。まあ、車の方はちょっとやめて、非常に明るいですね。逆光に向いても何のそのですね。宙返りですね。宙返りよくねえな。
さあ、ちゃんと映ってるかな、問題だな。あまり低いとドローンとか飛んでますからね。明るいですね、やっぱりね。ここは分かんないんだな。こっちからよく見えるんだけどね。ああ、パワーなくなった。下ろします。